まあ、あとヤンケヤンケヤンケ、今日はちょっと悲しいお話から始めちゃってごめんね。でもみんなが分かったよって言ってくれて嬉しかったよ。これからもずっと友達でいようね。友達にすることじゃないね。勝ちまっ。